宮城小学生いじめ問題を考えるフォーラムにご参加の皆さん、こんにちは。 AKB48 の岩田可憐です。私が思ういじめをなくすために大切なことっていうのは、やっぱりその自分が人にされて嫌なことは相手にも絶対にしないっていうことが一番大切だと思います。私が通っていた小学校ではいじめは私が見る限りはなかったんですけども、やっぱりそのなんだろうな、小学生のこう特有のからかい方というか、その本人は本当は気にしていることもちょっと面白がって言っちゃったりっていうことが、実はちょっとすごくその子にとっては傷ついてたりとかもすることもあると思うので、そういうことが思い当たる子はぜひもう一回自分が言ってることとかしてることをもう一回考えてみるといいんじゃないかなとも思います。で、私は中学校から東京に上京したんですけど、やっぱりその環境の変化とかに戸惑う部分もあったし、なかなかクラスに馴染めなかったりもしました。しかも私は AKB48 っていう特殊なちょっと活動をしていたので、いじめまではいかないかもしれないけど、ちょっと一部の子たちに無視されたりとか、そういうことも経験しています。今小学生のみんなはこれから進学するにつれて、どんどん気持ちの変化とかもあると思うので、そういったことがもしかしたら自分の身にもあるかもしれないし、もしかしたらその他の子がそういうふうにされているところを見ることもあるかもしれません。そういう時は必ず見て見ぬふりをせずに、自分一人で言うのが怖ければ、誰でもいいので信頼できる大人の人に相談して、見てほしいなと思います。その自分の勇気の一歩で救われる子がいるっていうことを分かってほしいなと思います。宮城県ではいじめをなくすために、自らいじめのない学校づくりに子どもたちが取り組んでいるとお聞きしています。素晴らしいことだと思います。そういった活動や行動を起こそうとする皆さんを私もこれから応援したいと思います。これからもいじめのない未来を一緒に作っていきましょう。以上、岩田可憐でした。